こんばんは、ひよえです。では、ハッピーダンジョン続きやっていきます。ゴブリンの親玉、次に我々は黒いゴブリンのいる緑のホラー穴にたどり着いた。そういう配置につけ、必ずや姫様を救出するのだ。ということで、ボスゴブリンだっけ、倒していきたいと思いますが、総員気を引き締めろ。なんでしょうね。なんか最後の戦い風的な感じ、雰囲気がこう漂ってますけど。終わるのかな。このまま終わるのか、それともなんかまた同じような感じで違うやつにこう姫様がさらわれるっていう、なんかテンプレものかな。結構ベタな展開になるのかな。これエンチャント引き付けるとさ、なんだ、爆弾とかのああいうやつももうエンチャント属性つくんだね。それちょっと今初めて知ったけど、てか今は気づいたっていうのかな。心なしか団長、団長、隊長、もうちょっとマジですけどね。いつもの冗談要素がちょっと団長か、心なしかちょっとギャグ要素が少ない感じが。えい、あいつ弱虫。いや、まあ別にすごい勢いで走り抜けてったのは別にいいと思うんだけど、作戦としては悪くないよね。なんか全員こう相手にする必要もなければ、全員相手にするのはちょっとなんかむしろ作戦としてはなんかよろしくない気がするよね。いい。クロ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 
うわ、無理や。弾取れないね。それにこのちっこいのって属性のなんか弱点がないのかな。こいつらこっちがダメージ食らう上にはエンチャントも効かないし、エンチャントっていうかその属性も効かないし、でもこれこの魔法だと若干当てにくいし、なんかそこそこ苦労するんだけど、ちょっと見づらいしね。ちゃってるのかな。え、合ってるんだろうか。あれ、行き止まりじゃない？しかもここなしが復活してる気がする時は。なんかあいつら戦いそうな気がするんだよね。おりゃ、よし、
お、味方いるね。チャックを取りに行ったっけか。ものすごい急引き締めで最後の戦いだとか言って最後感を出してくるんだけど、なんちゃって的に落ちたな。お、いた。お、あの人ちょっとかっこいいよね。でもね、人っていうかあのゴブリン、何エンチャントが解けてるでしょこれ。どこに、ていうかあのキノコって再生するんだね。あいつもかな。いや、そうか。まだいるの？どこです？これか。なんか。めんどくさそう。はい、
ちょ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 、この法律の魔法だったらもしかしたらあの盾の背後をもう攻撃することもできるのかな。よし突破。さてボスかな。努力はちょっと認められた方がいいな。お、とうとう登場しましたね。味方殴った。味方は何をするこの人。暗い。よしよしよし、そうした。どうですか？姫。おう。おお。なんすか、まんざらでもない感じですか。お、なんだっけ、ドクターなんとかだっけ。うおー、え、借りてくよ。拾っては投げ、拾っては投げ。ドクターノーノーラタン、ノータラン、ノータランか、ノータリン的なやつか。うん、結構いろいろ持ったけど、これはどうするの。ほっといていいの。え、こいつ倒していいの？倒さない方がいいのかな？倒さない方がいいか。はい。またしても姫がさらわれてしまう。
フレット。おお。では、その感じですね。今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒヨでした。バイバイ。